松田先生のセミナー初めて受けまして、ものすごくすごかったです。これを実践できれば本当に1300万は確実だと思います。ぜひ頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。静岡から来ました井上と言います。今まではバラバラだったマーケティングの手法がこのセミナーに参加して一本化された気がします。これをかえて実践していきたいと思います。ありがとうございました。はい、千葉県の、松戸より来ました黒岩と申します。本日の、セミナーは非常にためになったんですけど、問題はやるかやらないかと思ってますので、明日からすぐに、行動して売り上げをもっと伸ばしていきたいと思います。本日はありがとうございました。兵庫県の、鎌田雄大です。今日の、増田さんの、セミナーを出てみてですね、今まで自分が足りなかった、マインドセットだったりとか、なぜ自分がそれをやらないといけないのかという明確な、答えをですね、出せることができました。まだ、経営的には厳しいですけども、一つずつやれることからまずやっていきたいなと思っております。今日はありがとうございました。大阪から来ました石水です。今日はありがとうございました。一つ一つのことがバラバラだったんですが、今日のセミナーを受けて、まとまった気がします。これはもう行動することで結果が出てくると思うので、それをしっかりとやっていきたいと思います。今日はありがとうございました。はい、大分から来た東と言います。今日はありがとうございました。前回のセミナーも参加させていただいたんですけど、今回全体的にシステム最初から最後まで、聞くことができて、あと自分の甘さを確認することができました。しっかりシステムを構築して、超絶大ファンを増やしたいと思います。ありがとうございました。千葉から来た和田と申します。治療院に関するセミナーは今回初めてだったんですけれども、今日言われたことを実践して良い報告ができるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。山形から参加させていただいた稲毛と申します。前回のセミナーも参加させていただいたんですけども、今回はそれよりもさらにこう突っ込んだ内容のお話を聞くことができて、前回の内容だけでもだいぶ変化が出てきたんですけども、今回の内容を実践することでもっともっと変化が出るんじゃないかと自分でも今からこうワクワクしています。今日は本当にありがとうございました。千葉県から来ました整骨院をやっています菅と申します。本日はですね、増田先生の魅力を人間性を感じながらですね、とても有意義な時間を過ごさせていただきました。今日、お話をいただいたことをですね、実践あるのにと考えて、自分のファンを増やしていきたいと思います。本日はありがとうございました。鹿児島で整骨院をしています、田辺整骨院の院長の田辺です。今日は増田先生のたくさんの豊富な経験上からいいこととやっぱ悪いことを明確にできたと思います。今日はとてもありがとうございました。楽しかったです。